見れば見るほどです。はい、先ほども、少し言いました福島原発吉田元所長が亡くなりましたというニュースが走った時には、はい、皆さん心の中によぎったものもいろいろあったことでありましょう。お便りも今日は一番多くいただいております。小牧のピンクレディーさんから、坂東熊五郎さんからも、ピンピンダラリンさんからも、さらにこちら ED さんからもいただいております。三度の飯よりラジオ月さんからもいただいておりました。こちらは亀吉さんですけども、おはようございます。東京電力福島第一原発で事故直後の陣頭指揮を取った吉田元所長が亡くなりました。食道がん治療のため東京都内の病院に入院していることは知っていましたが、58歳というまだまだこれから活躍してもらわなくてはならない人物が亡くなってしまったのは本当に残念です。事故後東京電力本社の指示に反して原子炉に海水注入を続けるなど現場でしかわからないことを実行したことは本当に評価できます。東京電力の広瀬社長は気合の入ったガッツのある東京電力らしくない人でしたし、面白いユーモアのある人なので私も好きなタイプでしたと、こうコメントしております。吉田元所長の死去を受けて東京電力は社員一同吉田さんが命をかけて守ったこの福島の復興に向け全力で取り組んでまいりますとコメントしました。命がけの仕事をした吉田元所長のご冥福を祈ります。本当に残念です。木登りギャンブラーさんからもいただいております。この吉田さん、大阪府出身、東京工業大学の大学院で原子核工学を専攻し、1979年東電に入社しました。本店原子力設備管理部長などを歴任し、一貫して原子力の技術畑を歩いてきたそうです。そして2010年6月に第一原発所長に就任しました。吉田さんは事故直後の11年3月12日の夜、本店幹部が1号機への海水注入を中断するよう指示したのに対し、独断で注入を継続続行、ね、中断すれば1号機の燃料溶融がさらに進行した可能性があり、その判断が評価されました。このあたりのところね、分かりました、じゃあ注入やめますと言いながら、部下には俺が何を喋ってても海水を注入し続けろというようなところですよね。吉田さんが決死隊を作ってやると決意を述べていたと、いう決死隊という言葉がこの頃ちょくちょく、彼の口から出るようになりました。東電の広瀬社長はさっきの話ですね、本当に明るい大きな声、陣頭指揮を取る姿に出会えることを心待ちにしておりましたが、残念でならないというコメントを発表いたしました。人身事故と言ってもよい原発事故を起こした東電の責任は重大です。しかし彼の勇気ある行動は日本人として忘れてはいけないと思います。しかしあえて言わせてもらいます。まだまだ亡くなるのは早すぎる。あの事故のこと、なぜ事故が起きたのか、これからの原発はどうすべきなのか、吉田元所長にしか語れないことが多くあったと思いますと、この辺あたりが残念だぞということですよね。よく眠れる林の美女さんからもいただいておりますが、入院中事故の記録を書こうと思っているが筆が進まないと語っていたそうでと、さっきの方まだまだ語っていただきたいことが随分あるということで、吉田さんも入院中にいわゆる回想録の本をしたためておった、ね、残したいことがたくさんあるっていうことはおっしゃってたみたいです ね。でしかもですね、この回想録を出版して印税を被災者への寄付に充てようと考えていたということですね。経過を一番知る人が語り尽くさないまま生涯を終えてしまい、まだ収束も本当の原因もあやふやのままの原発を経済政策のもと輸出しようとしている日本というのは…放射能との因果関係は認められないと東電は言っているけれども、現場に足を踏み入れない幹部に言う資格なしだと思います。企業の現場を理解していない、要求を受け入れなければいけない現場の日本企業の現状を今回のことでも見せられました。
本店幹部は痩せてもいなかったし、病気にもならず天下りのもとに退任、それと今回の地震で一人も亡くなっていないとおっしゃった口紅べったりの方もぜひ感想をお聞かせいただきたいと思います。本当に残念なことですと、いうこと、周りの人にまでちょっと今ね、意見がこの方及んでおりましてですね、ひろちんさんからいただいておりますが、事故当時東電の本部からはまさに現場を知らない机上の空論しか言えない奴らに対して、今やってますから黙っててくださいという言葉は印象的でありましたということですね。フラワーズゴーンさん、昨年の出血で倒れた1年後です。戦死という言葉が思い浮かびます。全電源喪失という絶望の、暗闇の中で最善を尽くされたと思います。逃げることなく、まさに倒れるまで現場で努力された吉田所長のことは忘れてはならないと思います。おっぱい枕さん、現場での心労が死を早めたと言っても過言ではないでしょう。まあ、いわゆる放射線かなんかとがんの因果関係っていうのはね、ある場合もあるしない場合もあるということで、まあ、東電としてはこれはそういう被爆とかなんかは今回は関係ないことですと、言っておりましたが、それは関係ないかも分かりませんが、心労が死を早めたというのは、これは多少なりとも影響はあるんではないでしょうかね。ストレスというのがね、いろんな病気を引き起こすという、ハンス・セリエのストレス学説という中にそういうことが書いてあります。ストレスが人間の体を蝕んでいく、様々な病気を呼び起こしてくるというね、ことからすると、あの状況が死を早めたということは、ある意味では言えると思いますね。否定はできませんよね。自堕落な楽田さんからも、彼には事故現場の責任者として当時の状況や今後の原発の在り方についてもっと語ってほしかったと思っておりますというのは、先ほどの方のご意見と同じですね。それよりもこの報道で、腹立たしく思ったことがあります。それは彼の死に対しての声明ですが、東電はさっきの話ですね、事故後の被爆量が70ミリシーベルトであり、がんと被爆の因果関係はないということでした、一体これが元、部下に対する組織のトップとしての発言でしょうか。死を悼むような声明は全くなく、ただ組織の保身しか考えていないような、と思えてなりません、原子力発電については再稼働の動きが活発になっていますが、このような組織に稼働を任せて本当に大丈夫なんでしょうかねと、この人の疑問を呈しております、さっきのコメントが全面的なこの吉田元所長の死に対するコメントではなくて、どうなんですかっていう、問いかけに対する、その被爆ってことに関するコメントだとは思うんですけれどもね、ただやっぱこの辺のコメントにうんって違和感感じてらっしゃる方はたくさんいらっしゃるみたいですね。クリオネブルドックさんもね、この吉田元所長も部長時代安全管理を怠ったということまでいろいろ調べてみると判明してきました、この人が完璧であったわけではない、やっぱり安全管理ということに関してはこの人もここがあかんのやないかというようなことまでいろいろある、そういったものも引っ張り出されてきましたがね、最終段階では英雄視されていますが、別の視点では身から出た錆ということもできます。で、私はあえて今までの結果は置いておいて、最終的に選択された行動を評価させていただいて、やっぱり英雄の死だと思いますと、この人も冷静にいろいろ見ながらも、だからその上からの指示が止めろって止めるなっていう指示の時に海水の注水ずっと継続したわけでしょ、ああいうのってあの状況下で自分のことも考えて、それから自分の判断が日本を変えちゃうかもっていう時にどう決断するかいうので、その他人に言われたからってところに逃げられない自分の判断をここであそこでバーンとやるっていう、そのこう決断力たるや、ものすごいものだなと思いますよね。人の決断、それをするとき、本当に物理的なことというのは何でもないことです。声帯を震わせてやれとか、やめろって言ったこのだけの話ですけども、上にいる人のその声帯から出るこの音声によって事態がどうなっていくかというね、声一つにものすごい大きな意味がある、
いうことでしょう。魚政商店車両部さん、これで事故の原因究明や責任の所在があやふやになってしまうことを危惧しております。国や東電は責任を吉田元所長に押し付けてしまうかも分かりませんね、ということですね。ちょうどあのドラマの半沢くんのように、あのドラマなんかを見てると本当に全部あの、君が融資係として、君の判断が5億円の損失を招いたんだっていう、見たんですか、で面白かったねあれね、はいはいはい、ああいう形で、これ吉田君があの当時やってた所長の起きた事故ですから、吉田君がいた頃の事故ですからね、はい、吉田君の判断でまあやりましたが、ご覧の通りですわみたいな言い方もできんわけでもないですよね。ね、だから、はい、アイドラマなんかを見てると余計にまたね、この吉田さんのあの時の決断とか、それから部下に対する、指令の仕方であるとか、上司に対するいろんなこうね、言葉であるとか、そういったもの一つ一つが、大変やったよなっていうのがね、思いますね。まあ、ピーカンなっちゃんも、英断と取れぬ責任の両面を印象として私は強く持っておりますというようなことでね、あのいろいろやっぱり人間ですから取りこぼしの部分もあるし、でもここはどうやろうというようなこととかね、あるようでありますけれども、まあ、いずれにたしましてもこの一人の人間の死というもので、いろんなことを、そしてまた現在進行形のことでもあるという、この吉田さんの死と今の現状と照らし合わせながらいろんなことを感じてしまう人も多いんではないでしょうか。